スーツはこちらで抑える。ビームライフルでダメなら行け。ジェットラン万歳。 ここまでなのか。
パワーを重視すれば運動性能は落ちるものだ。ジャイオンの特許機だ。それは落ちろ。ダメージを受けすぎた。
Oh.
out. Thank you.
いかほどの性能か。フォトンボムを使う。落ちない。気持ちだけが先走っているな。ちぎ、相手の術中にはまっていたか。 相手が女だろうと情けは無用。ガラ空きだな。俺に駆られるために出てきたから。おい、少しやる気を出したらどうだ。
我々勇者と急隊が止めてみせる。ガイ、ガンナ、パーフェクトキャノンだ。了解、ベッケン、パーフェクトキャノン。グレートマイトガイ、パーフェクトモード。ターゲットスコープ、オープン。 パーフェクトキャノン発射。 まさにパーフェクトだ。 勝負だ。第3、2チームの力を借りて今必殺の3。直撃を受けちゃった。鈍重なパワータイプはいい的になる。 Yeah.
Thank you.
戦争してる場合じゃねえってのがわからないのかよ。当ててみせる。インファンネル。これで。こういったことも戦場の醍醐味だな。そっちも腕に覚えがあるようだな。ガームはこう使う。こいつで終わりだ。気持ちだけが先走っているな。
事情はあるだろうけど、こっちだって必死なの。わかるぞ。ダブルゼータがみんなの力を、みんなの力がガンダムに最大出力で。スーツなら戦いようはある。機体の性能を限界まで引き出す。この力ならば終わりだ。91が僕に答えてくれた。くそ、失態だぞ。これはの調子は悪くない。
行けるはずだ。これで決める。まだ終わりじゃない。